米津玄師、伊藤沙莉、CNHK 18日午後7時57分から、NHK 総合で、虎に翼米津玄師スペシャルが放送される。連続小説、虎に翼の主題歌、さようならまたいつか、を手掛けた米津玄師が、虎に翼で実際に使用された日比谷公園のセットを背景に、主人公、トラコを演じた伊藤沙莉とスペシャル対談を実施。主題歌制作や演技について語り合う。間もなく最終回を迎える、虎に翼。その魅力を改めて体感する特番の放送が決定。また部が参加して新たに制作されたタイトルバック映像も初公開。連続小説、虎に翼が再来週、最終週を迎える。クライマックスに向けて、その魅力を今一度味わう特番の放送が決定した。主題歌、さようならまたいつか。を手掛けた米津玄師が、虎に翼で実際に使用された日比谷公園のセットを背景に、主人公、トラコを演じた伊藤沙莉とスペシャル対談を実施。20日を合わせの2人が主題歌制作や演技について語り合う。また、劇中トラコと学んだ、名ただし大学部のキャストが、こちらも撮影で使用された竹本、笹竹のセットで特別座談会を行う。思い出の名シーン裏話をはじめ、涙と笑いに包まれたトークを繰り広げる。さらに、毎朝おなじみの、さようならまたいつか、タイトルバック映像を新たに、フルサイズで制作。部のメンバーによる新タイトルバック映像を初公開。ナレーションはドラマ編の語りも担当した小野真知子が担当する。番組情報、虎に翼米津玄師スペシャル放送予定9月18日、水曜日午後7時57分8時42分総合、再放送9月23日月曜日午後10時から10時45分。NHKBS 9月24日火曜日午前0時35分から1時20分、23日深夜、総合、出演、米津玄師、伊藤沙莉、土石オナシ、桜井由紀、平井和神、葉、四つ、ナレーション、小野真知子。